ありがとうございました。本日の食材がこちら、さよりっていうことでね、今日はとってもいいサヨリが売ってましたので買ってきました。僕のチャンネルでサヨリやったことあるかな、あんまり記憶になくて、やってそうでやってなかったなと思って買ってきました。さあ、そしたらさばいていくんですけども、このサヨリっていうお魚、寄生虫がおります。寄生虫っていうと響きが怖いんですけど、ああいうアニサキスとかみたいに食べて害のある寄生虫ではないんですよ。このサヨリにはサヨリ、ヤドリムシっていう寄生虫がおります。こんだけいたらね、一匹はいると思います。で、その寄生虫はね、身の中にいる寄生虫ではありません。どこにいるかと言いますと、この頭のエラの裏、ここですね。こいつはいないですね。この子はどうだ？あ、この子もいないな。こっちは、あ、いた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 。これわかりますか？これちょっと黒っぽいの、これ。これ見にくいな。持った。びっくりした。おった。いましたね。こっち側に大きいのが入ってた。いきますよ。ペロッ。これです。これがサヨリヤドリムシ。タイの口の中にもタイの絵っていうこういうね、虫がいるんですけど、あれとは若干種類が違うみたいですね。ちょっと出してみましょうか。ボロンと。これです。これ。これがサヨリヤドリムシ。可愛い顔してますよね。こうダンゴムシみたいですよね。白いダンゴムシみたいな。で、このお腹のプニプニが、これが卵ですね。これも素揚げすればいけるみたいですけど、ちょっと僕はやめます。で、これがね、結構な高確率で入ってるんですよね。知らない人がさばいてて出てくるとびっくりします。あ、ほら、ここにもいますね。こっちにちっちゃいのがいて、こっちに大きいの。なんかセットで入ってますね。ちっちゃいのと大きいの。多分ちっちゃいのがオスなのかな。オスとメスみたいな感じなのかな。入ってないのは1匹も入ってない。入ってるやつは2匹セットで入ってる。言いますよ、プリント。ほら、もうさすがに死んじゃってますね。これはちょっと見る人が見たら発狂レベルだな。閲覧注意かも。で、これがメスで、で、このちっちゃい方出してみましょうか。これがオスかな。うん、なんか全然サイズが違いますね。ちっちゃい方はこのお腹に卵のところがないですね。オスとメスペアで入ってますね。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。本物のシシャモ。っていうことでね、たくさん買ってまいりました。だいたい3キロですね。本物のシシャモってどういうことって思う方、いると思います。普段皆さんが見てるシシャモっていうのは、これ、スーパーとかに売ってますよね。このシシャモっていうのは、実はカペリンっていう魚で、シシャモに似た魚なんです。で、本物のシシャモっていうのが、この今日買ってきた、こちらの魚になります。うわ、おったおった。わかりますか皆さん、これアニサキスっていう寄生虫ですね。この腹骨の内側の肉に食い込んでました。ここにもおるんじゃない。ここにもおるわ。よいしょ。ほら、うわ、すごい衝撃映像じゃん。これ2匹出てきました、肩身から。これを誤って食べてしまうと胃に噛みついて激痛が走ります。で、このアニサキス、対策があって、それはよく噛むこと。体に少しでも傷がつくと死にます。まあ、あとは、冷凍することと加熱することなんですけど、今日はお寿司で食べるので、気をつけて、しっかり見て取っていきたいと思います。シシャモはアニサキスが多い。めちゃくちゃ多い。僕も初めて知りましたね。で、お寿司で食べる場合でも、よく噛めば大丈夫なんでね。そんな怖がることないですよ。でね、入ってるところはね、こうね、わかりやすいんですよ。こういうところに入ってるんですよ。ね。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ヨリとフグ。このフグは一応、無毒のフグですね。で、これが肝か。これが肝。皆さん、本音わかります？この肝のセンターにこれ。アニサキスがいますね。これちょっと皿に出してみましょうか。はい、これがアニサキス。若干動いてるの分かります？これが体内の中でね、胃とかにくっつくんですよ。ほら、フグの肝にもいるんだね、アニサキス。でもアニサキスの弱点は、自分の体にちょっとでも傷がつくと死んじゃうんですよ。だから、はい、死にました。今ので死にました。はい、ありがとうございました。本日の食材はこちら、タイラガイ。っていうことでね、僕の住んでる地域では、このタイラガイ、とてもたくさん取れます。
で、この貝は貝柱がとにかく美味しい。もうホタテみたいな感じなんですよね。こっちではホタテは取れないんですけど、平貝はとても取れますので、僕も大好きな二枚貝の一つですね。この中に隠れエビっていう寄生虫が生息してるんですよ。寄生虫っていうととっても怖いイメージがあるんですけども、この平貝に寄生してる隠れエビっていうエビはとにかく可愛いんですよ。それも皆さんに今日お見せしたいんですよ。でね、今見るとね、いるんですよ。じゃあ出していきますね。で、平貝はここがね、ガラ空きなんですね。で、ここから包丁を入れて、貝紐の裏から、特に貝柱に沿って、片方貝柱外します。いきます。開きますよ。せーの。よっ。はい、こんな感じですね。ほら、見えますか皆さん。この、ちょこちょこ歩いてるこの子。この子が、隠れエビ。なんかこう、ザリガニみたいですよね。ザリガニとかロブスターとか、そんな感じです。この顔見てください、顔。なんかこう、つぶらな瞳で、まるっとしてて、ハサミもめっちゃ可愛くないですか？で、この隠れエビっていうこのエビ、これね、食べれるらしいんですよね。今日このエビも、素揚げかなんかにして食べたいと思います。本日の食材がこちら、マンチョウっていうことでね、こちらマンボウの腸でございます。で、マンチョウって別にふざけて言ってるわけじゃなくて、マンボウの腸をマンチョウって言って珍味なんですよ。で、今日は新鮮取れたてなマンボウの腸が入りました。もうこれはね、食べるしかないなということで、今日はこちらのマンチョウを使って焼肉パーティー的なことをしたいなと思います。で、このマンボウの腸はね、寄生虫が結構多いみたいで、その寄生虫とかを取り除いていきます。膜に覆われてて、膜を取ると本当に人間の腸みたい。人間の腸見たことないんですけどね。すげえ長いですね。ほら、ほら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 、すげえ複雑に入り込んでます。すごい匂いがする。ここの付け根のとこが一番太いですね。あ、ほんと柔らかい。結構ね、ほら簡単に切れますね、スパッと。で、今回のマンボウは20キロぐらいのマンボウだったんですけど、それでも小さい方ですよ。マンボウは大きくなると100キロ、200キロ持っていくんじゃないかなっていうぐらい大きくなりますからね。これ綺麗ですね。僕ホルモンの仕込みとかもあんましたことなくて、どうしたらいいんだろう。とりあえず塩で揉みまくればいいのかな。今日はちょっと探り探りでやってみますね。うわ、なんか出てきた。これ、うわ、餌だ。なんすかこれ。え、気持ち悪い、動いてる。寄生虫だ。ちょっとこれなんすかこれ。ほら。え、何これ。これなんか餌かなと思ったんですけど、寄生虫です。ナメクジみたいな、動いてますね。見てください、これめっちゃ動いてる。この小さいやつ初めて見たな。なんかこれ釣り餌にしたらカサゴとか普通に釣れそう。